続いておりますが、ここで一息。野球ゲームの歴史を振り返ってみることにしましょう。ファミスタ日本選手権主催ナムコ協賛ヤングジャンプファミコン通信各地区を勝ち抜いてきた精鋭たちの顔我が GTB から送った代表はミスター X の弟子その名もテンプ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 1回戦インドマンの対戦相手はファミ通代表の新井清和木をてらったコスチュームに新井選手の表情がこわばるその時インドマンは思った相手はビビっている貧弱な体からは想像できないインドマンの力強いコントローラーさばきに客席は固唾を飲んでいる0対0で迎えた7回表インドマンの攻撃しかしここで波乱が起こった放送席のミスター X がマイクを握りしめ立ち上がったのだバッター小栗これはイージーフライのはずだったところがとミスター X がまた規制を発した新井さんはびっくりして落としてしまった悪役ならではの巧妙な連携プレー審判は気づいていない気落ちした新井さんの心の隙をついてライト前ヒットタイムリーだインドマンはついに1点を追い込んだ結局その1点が命取りでタイムオーバー規定の15分が経過し新井清和は敗れたそしてインドマンは準々決勝に駒を進めた相手は激戦区関東を勝ち抜いてきた岩沢幸弘君だしかし彼もインドマンの敵ではなかった GTB 代表インドマンベスト4進出対するは東海地区代表の鶴田君だ誰もが接戦を予想したところがインドマンは期待を裏切った1点、2点、3点、4点まるで別人のように失点を重ねるインドマン一体インドマンに何が起こったのか その時であるミスター X が叫んだインドマンはカレーを食わないとパワーが出ないんだよしインドマンカレーを食って4点差をひっくり返せ言ってますけどねよし今ちょっとカレーを食べましたインドマンのカレーは苦笑いする鶴田君を尻目にインドマンは必死にカレーを食った情けないこんな時にカレー中毒が起こるなんてしかし時すでに遅し5点6点7点7対0の大差でインドマンは散ったさあ決勝戦です
決勝戦はインドマンを破った東海地区代表の鶴田くんと九州地区代表の中島くんによって争われます。果たしてファミスト日本一は誰か。解説はカネヤンこと金田さんでお送りします。いやーガンガンやったるで。さあ3回表鶴田くんの攻撃、まずは中畑がレフト前ヒットです。山倉三振でバッター江川。お、おや？テクニックを使うのも野球、先制堂々と戦うのも野球。はあ。さあ4回の表バッター辰徳です。0対0。おっとこれは打った、大きい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 、入るか、入った、ホームラン、ホームランです。お父さん喜んどるやろうね。さあ7回の表、まずは黒マテがライト前ヒットです。さあ鶴田くん攻勢ですが、ここでピッチャー中島くん角に変えましたね。辰徳打った、2打席連続ホームランです。さあ8回の裏、中島くん今までノーヒットノーランに抑えられてます。こういう時にあのベンチってのはどういうことを考えればいいわけですか？いや一生懸命やってればね、チャンスはおのずと生まれるよね。さあランナーが出ました。おっとこれは惜しい、ファールです。切れました。さあ2ストライク2ボール三振です。9回の裏、4対0で鶴田くんリードですが、これは大きいが伸びません。さあ代打金森ですね。どういう起用でしょう？当たりに来たね、バットに当たったな。はあ。さあ続く石毛がセカンド抜けて、ランナーサードを回りました。お、挟まれましたね。惜しい、タッチアウトだ。ツーアウトランナー二塁、バッター吉武。これは入るか、あーっと伸びません。ゲームセット、試合終了です。東海地区代表鶴田くんがファミスタ日本一に輝きました。金田さん一言振り返ってどうぞ。結果なんかどうだっていいじゃないですか、二人一生懸命頑張ったんだから。でね、この鶴田君日本一に輝いたことで、うん、早くもミスター X の虎の穴に引き入れるべく、今日これからインドマンとミスター X がこのまま彼をさらって連れて行って虎の穴で地獄か、どうだい？別に別にいいのか。よーし、もういいんだから。アメリカには連れてかねえと。払ってくからな。とりあえず君は台湾に飛んでもらって、台湾マンとしてデビューしてもらうから。どうもゲームアナライザーの大堀です。今回からこのコーナーを担当することになりました。今回は皆さんの期待しているスーマリ3を持ってきました。大堀さん、このスーマリ3なんですけども、これはどういったところに特徴があるんですか？これはですね、任天堂さんが新しく開発した MMC の3という基板をカセットに使っているのが最大の特徴なんです。この MMC3 ってのはこれどういうものなんでしょう？ MMC3 という基板は、今までのファミコンゲームというものは2画面を縦横どちらかにつないでゲームを作っていたわけですね、しかしこの MMC3 を使うことによって縦横同時に2画面、計4画面を使えるので、サブ画面を表示したまま大きい敵を表示するとか、複雑な動きができるようになったというのが最大の特徴なんです。大きい敵っていうと、この巨大な敵、じゃあなんかスーマリ3ではどんなのが使われそうですかね？例えばですね、クッパの親分の巨大クッパが画面中動き回っちゃうとか。なるほどね、そういうのが十分考えられるんじゃないですか、ね、それは面白い予想ですね。そうですね、あとはスクロールも縦横だけじゃなく斜めにもスクロールしますので、プレイフィールドが格段に広くなるんではないかと、そういうのも十分考えられるんじゃないかと思いますね。なるほど。あとこちらにあるようなスロープとか新しいフューチャーもゲームにたくさん盛り込まれてくるんじゃないかということも、面白い動きですね今のは、十分考えられるんじゃないかと。なるほど、この素材を見る限りスーマリ3は十分